皆さんこんこにちは長崎大学学学経経経済済済部部の山口純也と申ししまますすで地域経済論を担当しています本日は、長崎大学リレー講座2020の第4回ということで、新型コロナウイルス感染症と長崎経済の展望というテーマで、皆さんにお話をさせていただきたいと思います。本日の話なんですが、大きく3つのパートに分かれています。 1>, 1つは、まず地域経済の仕組みについて、皆さんに説明をさせていただきます。で、その上で、2つ目ですが、長崎経済にどのような影響が出ているのか、長崎経済の特徴を踏まえた上でですね、長崎経済の影響の例をですね、皆さんにお示ししたいと思います。で、3点目に、そういう影響があった後一体長崎経済がどちらに向かっていくべきなのか、本日はこのままいけばこうなるよという話ではなくて、 こういうふうになった方がいいんじゃないかというようなですね展望をお話をしたいと思います。それではまず最初にですね地域経済の仕組みについて皆さんにまずは簡単に知っていただきたいと思います。地域経済の仕組みというのはよくですねバスタブ経済とというものに例えられることがあります要はバスタブを地域に見立ててその中をお湯で満たして均一な温度にしていくためにはまずは蛇口をたくさん開けるということ。 でこれを一室産業という産業がその役割を担っています要は作ったものやサービスの多くを地域の外に販売するような産業のことですで長崎の場合はですねものは外に持っていかないんだけど外から来てもらってお金を落としてもらうという意味で観光関連の産業もですねこの一室産業にあたります二つ目に大事なのはですねかき混ぜるということですお湯がいくらバスタブの中に入ってもですね うまくかき混ぜないとなかなか全体に行き渡らない要は全体に行き渡ることによって皆さんに仕事が生まれて所得が生まれるということになるわけですねでこれを担うのが域内産業というやつですでこれは皆さんの身近なところで言えば小売業やですねサービス業がこれに該当するということなんですね要は外から稼いだお金そこで給与をもらった人が 小売業商店街でお金を使って商店街で人が雇われて商店街の人がまた買い物をするこういうようなですね循環を作っていくのが生きない産業というものです。で最後に大事なのがですね産産業にしても域内産業ににしししててもも排水口をしっかり閉じるとということです例えば造船業のように、えー、外に物を売ってる産業この産業が外に物は売るんだけど原材料は全部外から買ってますよということになると どうしてもお金が外に流れていきますからそういう意味で排水溝を閉じることが重要。あと域内産業もそうですね、えー、長崎市内長崎県内のレストランが、えー、地域の人にご飯を提供するんだけど原材料はほとんど地域の外の農家さんから買ってますっていうことになるとお金が外に流れていきますので困ったことになるということなんですね。ですからできるだけ蛇口を開けるであとはかき回せる。 この2つが非常に重要でその際に排水溝をしっかり閉じておくこれが地域経済の基本的な仕組みだというふうに思っていただければいいかなと思います。でそういう仕組みのもとでじゃあ長崎経済へ今回新型コロナウイルスがどんな影響を与えたのかっていうのを次に見ていきたいと思います。まず皆さんにご紹介したいいいののはそそもそも長崎経済がどういう特徴を持っているのか今日 長崎経済と呼んでいるものは詳しくは長崎県経済だというふうに理解していただければと思いますがそれをですね特化係数というものをを使って今から皆さんにご紹介をしたいいいと思います特化係数っていうのは何かというとですねこちらの方に定義が出てますがいわゆる GDP と呼ばれるもの国内総生産と呼ばれるもの県内総生産と呼ばれるもの そういう付加価値というものをどれぐらい生んだかというものについて。県で経済活動別の産業の構成比を。国の経済活動別の産業構成比で割ったものです。つまり、この数字が一を超えてれば超えるほど。全国に比べて、長崎県にその産業がぎゅっと集まっているというふうに考えていただいたらいいと思います。で、要は一を超えているものをですね、この赤い枠で囲ってみましたが。 まずは農林水産業ですね。え皆さんもご承知の通り、農業やですね、魚って非常に長崎県盛んです。これが2.6ぐらいの値を取っています。つまり全国平均に比べて2.6倍の大きさの産業になっているということなんですね。で今回えこの農林水産業いろんな形で影響を受けてます。例えば東京や大阪の高級なレストランが えー、なかなかね人が集まらなくなってきたのでそこに農産物が出荷できないとかですね魚が出荷できないっていうような影響なんかを受けてます。で教育っていうのはもちろんこれは民間の教育もありますし公的な要は国国立、えー、県立私立というようなものなんかもありますがこの教育の経済活動が大きいということなんですね。 でこちらにとってはもう皆さんご承知の通り3密を避けるという意味でですね休業期間が設けられたりですね時間差の投稿が行われたりそういう形で大きな影響を被っているということなんですね。で次にたくさん集まっているのが工業なんですがこれは実は石炭とかそういうものなんですがここはですね実は全国でももともと小さい規模ですし長崎でも非常に小さいので今回はですねここは飛ばしておきたいと思います。で 次に大きいのがですね、保健衛生社会事業と呼ばれるものですね。いわゆる医療福祉というのがすべてここに入ってきます。長崎県もしくは長崎市のいろんな社会的な指標を見るとですね。あらゆる指標というか、かなりの指標で、全国でもどちらかというと少し低いところが大きいんですが、多いんですが。この保健衛生に関するところで言うと、全国でもトップクラスに上がってきます。一人当たりの医師、あ、人口1万人当たりの医師の数であるとか。 ベベッドのの数いいうのが非常に高いレベルに高レルありますでここもですね今回もう皆さんテレビで毎日毎日この病院の現場でですね皆さんが苦労されている様子をご覧になっていると思いますが非常に大きな影響を受けているとで経済的なところで言うとコロナに対応するのに非常にコストや労力がかかって、えー、日常の診療っていうのがどうしてもですね後回しになってしまうところもあって病院の経営が厳しくなるとそういうような影響をですね受けているというふうに言われています。 で、次に多いのが公務ですね。これはどうしても地方に行くとこういうところ大きくなってくるんですが、まあ、ここはですね。あの、ちょっと特殊な業界でもあるので、今日は飛ばしておきたいと思います。で、その次にですね。だいたい1.2。全国平均と比べて1.2倍ぐらいの大きさを占めているのが宿泊飲食サービス業というやつですね。 こちらについてはあの皆さんも連日テレビ等でご覧になっているかと思いますが要は移動が制限されれるることとににによってててですす。ね、非常に大きな影響を受けてい,るという,ふうに言われています外から人が来ないから宿泊者がいない宿泊者がいないというふうになるとそこに食材を卸してた卸売業者さんであるとかですね、あとはクリーニングのサービスを提供してたサービス業にも影響が及んでくると。 そういうい意味でですね、非常に大事な産業なんですが今回非常に大きな影響を被っていますで。その後、建設業ですね、えー。こちらについてはですね、まあ、建設の現場の在り方によって影響を受けてるとこ受けてないとこいろいろあるかもしれませんが例えば皆さんもテレビ等でご覧になったのは住宅を建てていくんだけど海外で作ってる便器が輸入できなくなって、えー、住宅が最後まで仕上がらないっていうような影響なんかもですね、出てきてるということです。 で以下ですねその他サービス業やですね運輸業電気ガス水道業というようなものなんかがですね長崎の特徴的な産業であるということなんですねでそういう特徴的な産業の中でですね特に大きな影響を受けたのが観光だというふうに言われているわけですねでこれ長崎県の発表によりますと2020年の1月から4月の4ヶ月の間で、えー、従来だったら あったかもしれない観光消費額が280億円減少したという推計結果がですね長崎県から発表されましただいたい長崎県の年間の観光消費額というのが4000億円弱ですからちょうどえま1ヶ月前後のですね消費額がここで失われたというふうに考えてもらってもいいかなと思いますでこの280億円というのがですね 要は先ほど地域経済の仕組みで見たところの外から入っってくるお金だったわけですねじゃあこの280億円が失われると一体長崎県全体にどんな影響が及ぶのかというのをですね長崎県の産業連関表という統計を使って推計をしてみますとご覧の通りになるということですね。まずは県内でのの生産の規模が億円マイナスになりますこれは要は売上だというふうに思ってください。 お土産を買ってくれる人がいたお土産を納めている業者さんがいたお土産の原材料を作っている業者さんがいたそれらに362の売上減生生産減が発すするとということなんですねで具体的に言うと右側の方になりますが飲食娯楽の産業でマイナス85億円運輸郵便でマイナス65億円宿泊業でマイナス46億円。 商業でマイナス億億円円その他が億円とといいうことになっているわけですねですから観光っていうのは非常に裾野が広い産業だというふうに言われてますので280億円減ることで全体としては362億円の生産が減って内訳はそちらご覧のとおりになっているということなんですね。で当然ですね生産売上が減るとですねそこで働いている人も困ったことになります。 これはあくまで単純計算なのであくまで参考値というふうに見ていただきたいんですが362億円の売上が観光に関連する産業から減ると計算上は人人の人の仕事が失われるということになりますこれは実際に3200人の人がですね必要なくなるというわけではなくて実際にはですね働いている人の労働時間が短くなるとかですねそういう形ですからあくまで3200人。 人分のというふうにですね、理解をしていただければと思います。で、その時におおよそ三千二百人の人に働あの払われるであろう賃金というのが、これもあくまで参考値ですが、百四億円、つまり百四億円のマイナスがここで生じたということなんですね。ですから、簡単にまとめると、二百八十億消費が減った。そのせいで三百六十二億円、県下の産業の売上が減った。 そのもで、仕事が三千二百人分なくなって、百四億円の給与が失われたというふうに考えていただいてもいいということなんですね。じゃあ、こういう長崎県経済影響を受けているわけです。これ以外も製造業等もいろいろ影響を受けてますが、そこからどういった方向に出していけばいいのか、というのが、三つ目の話になります。 でその3つ目の話先ほどは1月から4月までの話をしましたが5月の分申し訳ないですここちょっと見ておくと5月の分はですね海外旅行が前年比1%海外,外国人の旅行が0.2%国内旅行が3.4%に前年比でなったということが先週ですね国の方からも発表されたということです。ですから先ほどは1月から4月の話をしましたが5月以降も厳しい状況が当然続いていくと。 じゃあその中でですねどういうふうに長崎経済立ち直っていけばいいのかということで長崎の経済の展望について考えてみたいと思いますでまずはじめにですね今回の新型コロナの経済への影響の特徴をですね見ていってその上でですね克服するための方向性について見てみたいと思いますでまずですね今回のコロナの影響全世界、えー、全国同時発生というですね特徴を持ってます でこれが起きると何が起きるのかという話ですが例えば局所的な自然災害の場合は、えー、災害を受けてないところから災害を受けたところにいろんな支援の手を差し伸べることができますが全世界同時ななので残念ががらそういういいことと難しいとであと今回のような新型コロナが決して経済だけへの影響を与えたわけじゃなくて保健や教育いろんなところにも影響を与えてそれが複雑に絡み合っているということですね。 例えばえ学校が休業する休業すると子どもの居場所がなくなるだから共働きのお父さんかお母さんのうちどちらかが仕事を休んで家に残らないといけないこういうように教育と経済の活動っていうのが密接に絡まって影響を及ぼし合ってるそういう意味での難しさがあると。で3点目に長期化の様相が見られるということですね。 例えばえ今後もですね GoTo キャンペーンとかいろんなキャンペーンを政府とか地方自治体が打つかと思いますが将来の不安があるっていった時に今お金を使うんだったら将来もしかするとこれがもっとひどくなれば自分の仕事が危ない自分の給与がなくなるからじゃあ貯金をしておこうっていう消費者がいるのも当たり前のことなんですねで最後にですね。 物理的な接触要は身体的な接触を伴うサービス業への影響が今回本当に甚大ですところがこれはサービス業への特性もあってですね今後いかにコロナが収束してもですね地域内外からの特需と呼ばれるものがないあっても対応が難しいという側面があるわけですねこれまず特需がないっていうのはどういうことかというとですねそもそも今回の観光もそうですけど 全国が一斉に被害を受けて全国が一斉にまた観光を解禁したときに、えー、どこの地域に観光に来てくれるかっていうのはまさしく厳しい地域間の競争になるわけですね。そうするとそこここででで長崎が確確実ににお客さんを確保保きるとといいいうう証はどこにもないということですねであとは需要の量的な固定というふうに書いてますがこれはどういうことかというといくら私がお金を持ってて旅行に行きたいというふうに思っても時間は誰しも平等ですから。 え今日を四十八時間使うということは誰にもできないわけですね。そうすると限られた時間で旅行に行くということになりますから、当然全部にまんべんなく行けるっていうことはできない。あとは飲食店でいうと、例えば十席しかないレストランが今日十席売れ残ったから、明日二十席売ろうというわけにはいかないわけですね。要は在庫が持てないわけです。ですからどうしてもですね。 特需がもしあってみんながご飯食べたいそこに旅行に行きたいって言ってくれてもですねそれに対応できない可能性なんかもあるということですで先ほど言った消費者の将来不安やですね今も申し上げた生産能力の制約なんかもあってですね特需っていうのはあまり期待できないですからよく V 字回復 V 字回復というふうに言われますがそこまで強い角度で V 字に回復するっていうことはないだろうということなんですねただし、えー 地域を守ろううとする動きっていうのは非常に出てきましたよね。地域の飲食店でみんなご飯食べようとか地域で買い物しようとかでこういうところをですねこういう特徴を踏まえると今後の地域経済の目指す方向性っていうのは今までのように空間的にどんどん拡大する例えば長崎で作ったものを外にどんどん売っていきましょうこれはもちろん大事なんだけどそこがなかなか難しいあとは量的拡大ですね安いものをたくさん外に売りましょうっていうようなことなんかももう限界を迎えている。 そうすると地域経済の中で充実させないといけないのは地域の中でお金を回すという冒頭見た外から稼いで中でかき混ぜるっていったところの中でかき混ぜるっていうのを充実させるということとあとは量を増やせない空間を拡大できないということですから当然そこで質を充実させていくということなんですね。分かりやすく言ううと今までは円円のランチを100食売ってて万円儲けてたような 企業が1,000円を100食売るということができなくなるから2,000円を 50, 50食売って10万円儲けましょうっていうふうに高いいいい品質のものもをを提供してお金を稼いでいかないといいいいけななんじゃないかということとなんですねでところでこういうようなコロナ後ポストコロナの,です、ね、あの地域経済の大きな方向性っていうのは何も今に始まった話ではなくて今までもずっとこういう話っていうのは言われてきたわけですね。 例えば人口が減少する少子高齢化が進むグローバル化が進む中でどんどん競争が厳しくなってくるいつまでも安いものを作るようだけじゃダメだから差別化の方向に向かいましょうよとでその時に安いものをたくさんという量的拡大ではなくて質的な充実に努めましょうよっていうことはこれは企業経営や経済の運営において今までここ十数年の間ずっと言われてきたところなんですねでそれに加えてこの5年間ぐらいはですね。 皆さんも聞いたことあると思いますが環境問題や格差などですね地球全体の持続可能性を脅かす問題がたくさん出てきてそこから単なる自分のために企業や個人が行動するっていうところからですね例えばエシカル消費というような倫理的な消費、例えば途上国で労働者を安く使って作られた洋服を買うんではなくてちゃんと適正な賃金を払っているメーカーから洋服を買いましょうよとかですね そういう倫理的な消費をしましょうっていう意味でのエシカルっていう言葉が出てきたりあとは2015年に作られた国連で作られた SDGs ですよね17個のゴールを全員で共有しましょうよということで環境問題や格差を解消しましまょうだから個別の企業や個人に何が求められてきたかというといわゆる社会性を持ちましょうということが求められてきたわけですね。 今回のコロナでいうと、自分はあそこに観光行きたいんだけど、もしかすると周りの人に迷惑かけるっていう可能性があるから、そこは押しとどまろうよっていうような個人や企業が社会全体のことを考えて行動しましょうっていうことが当たり前になりつつあったわけですね。で、今回このコロナっていうのはその動きをですね後押ししたというふうに私は考えてます。ですから地域にどんな企業が増えてほしいのか。 1一つだけ例をご紹介するとこれはもう私が22年間ぐらい追いかけている企業なんですが愛媛県の今治市にある池内オーガニックっていうですねタオルメーカーまあ最近では全般的なアパレル繊維製品をやってますがそこの会社の話です。最大限の安全性と最小限の環境負荷っていうですね企業のコンセプトのもとで赤ちゃんが安心して使えるタオル口にくわえてても環境ホルモンが一切流れ出ないようなタオルの製造に努めていると。 だからオオーガニッックコットンのタオルを使うとでそういうふうに環境にいいものとか体にいいものを作るのは当たり前なんですけどそのプロセスでもいいことをやってると例えば工場で使う電力は100%風力発電ですよとこれが本当にいいかどうかっていうのはいろんな予知議論の余地があるかもしれませんがそういう電力を使ってると。であとは繊維産業っていうのはどうしても糸を染めるので。 水を汚す郊外産業だったんですけど今は川から水を引いた時以上にきれいにして瀬戸内海に戻す水処理施設を持っているとでそれらを全部科学的な証明の下で徹底的な普及啓発要は消費者の皆さんに伝えるっていうことを一生懸命やった上で、えー、こういうものを作って販売している会社なんですね。で今ではこのタオルについているタグを QR コードを携帯で読むとトレーサビリティがしっかりしててアフリカの 例えばタンザニアのどこの畑で作られた麺でインドのどこの紡績工場で糸になってっていうようなところが全部追跡できるようになっているとで最近ではですねタオルの10年保証っていうのを始めようとしたりあとは麺っていうのは作物なのに唯一食べられないものなので食べられるぐらい安全なタオルを作ろうっていうので今では繊維の工場なんですけど食品工場の衛生基準を満たした上でものを作ってるということなんですね。 でこれの全てがいいかどうかっていうのは皆さんそれぞれが考えていただきたいんですが要は作るものも社会にとっていいものだ迷惑かけないものだってそのプロセスでも社会にとって迷惑をかけないまさしくこういう企業が地域に生まれてくるっていうのが大事だというふうに考えています。でこういう企業に共通すること最後にいくつかお話ししておくとまずは顧客の問題解決にに愚直に取り組んででいいるととうことですねあくまでお客さんの幸せが最大。 で、そういう意味ではですねパーソナライゼーション要は個々に合わせてですねいろんな商品を作るもしくはその人に提案するっていうことを一生懸命やってる。であとはローカライゼーション先ほどの池内オーガニックもそうなんですが原材料は外から買いますけどその加工はほぼ地域の中でやってると。で地域のいろんな技術を組み合わせていいものを作ってるっていう意味で地域のことを考えてるよと。 であとはフレキシブルスペシャリゼーションという言葉フレキシブルとスペシャリゼーションって相反する言葉ではありますが例えば今回のコロナ禍で言いますと例えば洋服を作ってたような会社がその縫製の技術を生かしてマスクを作るとかですね要は縫製とかアパレルとかっていう分野は限られてるんだけど何か問題が起きたときにその力を柔軟に発揮することができるそういう企業が多い。であとは多様な企業とか NPO や行政とのネットワークを結んでる。 社会的な問題を解決するもしくはそれを起こさないっていうことになると社会的な問題に関わっているのは企業だけではなくて NPO や行政も関わってますからそういうところとネットワークがある。であとそういう企業っていうのは消費者も従業員もみんながニコニコして働いているみんなが多少のお金を払ってでもその会社のものが欲しいというふうに思っている。で最後にそういうプロセスを踏まえて社会問題を起こさない。 解決するる事業に展開しているコロナでいうとコロナで3密を起こさない何か感染した人がいたっていったときにそれをうまくケアできるような事業に乗り出す家族のケアをするそういうようなですねいろんな事業に展開するっていうことが大事になってくるわけですね。でこういうような長崎経済の展望を私は描いているということです。以上のようなあのビジョン、えー、方向性をですね長崎の経済は有するべきだと思います。 で最後に皆さんにメッセージを送りたいと思いますが私自身阪神・淡路大震災中越地震東日本大震災の地域の復興経済の復興について研究をしています当然うまくいってるところうまくいってないところがありますがうまくいってる地域や企業何が違うのかというとですね常日頃から自分たちが向かうべき明確な目標目的やですねビジョンを掲げてそれに向かって 道筋を柔軟に描いていてく地震が起きればこういうふうにやればいいコロナが起きればこういうふうにやればいいそういうような道筋を描いてそれに向かっている人やですね企業や地域っていうのはやはり強いということなんですね。今後我々長崎県でもですねコロナを出してポストコロナの時代をどういう時代どういう時代にして豊かに生きていくのか長崎大学はもちろんですね地域の皆さんともぜひ一緒にですね えいろんなところで連携しながら考えていきたいと思いますのでぜひ我々と一緒にポストコロナの時代の長崎の在り方を考えて描いて実現できるように努めてい,きたい,いければなというふうに考えていますぜひよろしくお願いします本日はどうもご清聴ありがとうございました